白黒日画像の例日画像、またはバイナリーイメージとは、各ピクセルの取り得る値が2種類のみのデジタル画像である。一般的に日画像に使用される2つの色は白と黒であるが、これら以外の任意の色の組み合わせも使用することができる。画像内のオブジェクトに使用される色は全景色であり、残りの画像は背景色である。文書スキャニングの分野では、 バイトーナルと呼ばれる。日画像は各ピクセルが単一のビット、すなわち0または1として記録される。日画像のことを白黒やモノクロームなどと呼ぶこともあるが、これらの名称は各ピクセルについて単一の周波数の光のみをサンプリングした画像についても用いられる。フォトショップではバイナリーイメージはビットマップモードのイメージと同じ意味である。 日チ画像はデジタル画像処理においてマスクとしてまたセグメンテーション、日地化、ディザリングなどの操作の結果としてしばしば発生する。レーザープリンター、ファクシミリ、モノクロディスプレイなどの一部の入出力デバイスは日チ画像しか扱えない。日チ画像はビットの配列であるビットマップとしてメモリに格納される。の画像には 37.5キビビットの記憶容量が必要である。画像ファイルのサイズが小さくなるため、ファックスや文書管理で通常はこの形式が使用される。ほとんどの日画像は単純な連帳圧縮であっても適切に圧縮される。日画像は二次元整数合子 Z2 の部分集合として解釈することができる。形態学的画像処理の分野は、 この解釈に大きく影響をされた。ありがとうございます。